BB ゴローチャンネルご覧の皆様、いつもありがとうございます。今回もよろしくお願いいたします。早速なんですけどもね、かれこれ25年ぐらい前になるんですかね、当時アルバイトで蕎麦の配達をしていたんですね。都内某所だったんですけどね、場所は月曜日から金曜日までの週5日平日ほとんど休まず入ってたんですよ。そしてそこのお蕎麦屋さんに常連さんで毎日お昼に同じメニューを注文してくれる老夫婦がいたんですよ。配達行けますよね。一軒家なんですけどね、チャイムを鳴らして玄関の扉開けるとね、まず目に飛び込んでくるのはその玄関入ったね、左側の方に大きな白黒写真あるんですよ。ギターを持ってね、カンカン帽をかぶってね、等身大なんですよね。かっこいい写真なんですよ。そして奥からいつもすまないねってね、そこのおじいさんが出てくるんですよね。腰が曲がってゆっくりよぼよぼ歩いてきてね、そしてお代もいただいて戻るんですけどもね。そして数時間後に器の回収なんですけどね、器の回収行きますよね。そして出てない時があるんでね、チャイム鳴らして玄関開けると手渡しになるんですけどね、その際にね、美味しかったぜベイベー、かなりハイテンションで出てくるんですよ。そういうこと言いながら配達した時はね、いつもすまないねーなのに、ものの数時間で美味しかったぜベイベーなんですよ。おそらくね、何か薬でも打ってんじゃないかなって感じなんですよね。いや、それぐらいなんかね、怪しむぐらいテンションが違うんですよ、配達した時とね、器の回収の時じゃ。そしてね、私気になったんでね、その白黒写真とかもあって独自のルートでそこのご家庭探ってみたんですよ。探って探って探って分かったんですよ。そのおじいさん、大先輩の芸人だったんですよ。お正月のネタ番組必ず出る有名な、もう大先輩の芸人だったんですよ。あのギターとか楽器持って集団で出るグループのリーダーだったんですね。そして私さらに気になったんでね、いろいろその方のことを調べたらね、また分かったんですよ。これはね、嘘かどうかわからないですよ。噂ですよ。男性のね、ある部分の機能を高める薬があるんですけどね、それを横流しにしてるブローカーだっていうね、噂も飛び込んできたんですよ。そうなんですよ。その方、薬を打ってるわけじゃなかったんですよね。薬を売ってたんですよね。はい、決まったところで、こういうお話からスタートしましたけどもね、今回はそんな蕎麦の配達経験がある私と仲の良い仲間芸人の Y 君から聞いたお話です。 Y 君、神奈川の某所で蕎麦の配達のバイトをしていたそうなんですね。ある日の平日の昼間、いつものようにいろんなところを配達していたそうなんですけどね、ある一軒のご家庭があって、そこっていうのが一軒家なんですけどね、周りをでっかい壁で覆ってるらしいんですね。中が見えないようにして。そして門があって、チャイムを鳴らして、門を開けて入って玄関まで行くらしいんですけどね、そこの門から玄関までかなり距離があるらしいんですね。そして入ってその通路を歩いてる左側は全て芝生らしいんですね。外から見えないらしいんですよ。一本ね、真ん中のあたりに木が植えてあってね。で、その配達行った時、その木の影の方から一人の女性がその家の玄関の横側のでっかいリビングらしいんですけど、その窓の方をなんとなくじーっと見てる女性がいたんですってね。そして敷地内にいるんで何も怪しまず、こんにちは、どうもって言いながら玄関の方向かって行ったらしいんですよ。で、玄関開けて商品渡してお代いただいて
戻ったらしいんですけどもね。そして器の回収、そこもやっぱりその日にするらしいんですけどもね。数時間後そこのご家庭に伺うと、出てなかったらしいんですね、外に。大体のご家庭っていうのは外に出してるんですけどもね、忘れてる時もあるんでね、一応チャイムを鳴らすと、あら、ごめんなさい、忘れていたわって言って、ちょっと待っててって玄関開いて持ってくる姿が見えたんで、あ、それは申し訳ないって言って門を開けて失礼しますって言って入ってったそうなんですね。そしてその木があったところをまた目をやると、女性がまたいたんで、どうもって言ってその玄関の方まで行くと、その器を持ってる奥さんが、あなた今誰に挨拶してたのって言うから、え、今そこのご家族の娘さんか誰かじゃないですかっていう話をしてたら、いないらしいんですよ。あれ、今確かいましたよね、奥さんが、いないわよ誰も。いやいや、配達最初に来た時からいましたよっていうと、もう奥さん、え？ってなんか顔してるんですね。それで今もいたんでまた挨拶したんですけど、私が入ってきてここまで来る間に出てっちゃったんですかね、なんて言ってると、そんなことないわよ、私こっから見てたけど誰も出てってないわよ、何だったんだろう、なんて Y 君思っていると、あなたほんの少しだけど時間ある？って言うから、ああ、もうバイト器の回収だけなんで全然大丈夫ですよって言うと、ちょっと待っててねって言って一回家の中に入っていったそうなんですよ。そして戻ってきてね、すぐ持ってるものがあるって言うんですよ。その持ってるものっていうのが、どうやらその旦那さんのね、会社で定期的に配られる会社の広報誌っていうんですか、開放誌っていうんですかね、それらしいんですけどね、ペラペラめくってね、この子じゃなかったってある女性の写ってる写真を指さすらしいんですよね。でそれ見ると顔は覚えてないんですよ。いや、なんかその木の横の方から、そのリビングの窓の方じーっと見てたのはわかるんですけど、顔ははっきり覚えてないな。あ、だけど制服はこれでした、これでした。したらその奥さんが本当に結構甲高い声になって、ちょっと待っててって言って、また玄関の中入ってって、そして数分後に出てきたらしいんですけどね、今見えないって言うらしいんですよ。今ですか？いやもういないですよ。そう。そしてなんかあったんすかって聞いたら、奥さん話してくれたそうなんですよ。数ヶ月前、2階のベランダから洗濯物とか取り組んでる時に、門の外から家の中をじーっと見てる女の人がいたらしいんですよ。そしてそのベランダから、何かご用ですかって言っても、問いかけに対して無反応らしいんですね。気味悪いなと思いながら、何か用ですかってまた大きな声で言っても無反応らしいんですよ。気味悪くなって下降りて、携帯電話ちょっと怖かったんで、もう110番のね11まで押して出てったらしいんですよ。何ですか、警察呼びますよって言っても、じーっとどっかを見てるだけなんですよ。門から家の中どこを見てるかわからないらしいんですけどね、その奥さんを見てるわけじゃないらしいんですよ。今警察呼ぶわよってその女の人に言っても一切無反応らしいんですよ。そして警察に電話したらしいんですね。門の外から家の中を覗いてる、なんか不審者がいます、そういうことを言うと、警察も、じゃあ今からそちらに伺いますから、そういう話になってて、そういう話してるうちに急にいなくなったって言うんですよ。あれ、どっか行っちゃいましたみたいな話して、そら警察も、じゃあちょっとその辺行ってみますからって言って一応来てくれたらしいんですよ。そして防犯カメラとかつけたらいいですよとか、そういうこと言われたらしいんですけどもね。そんなことがあって落ち着かないので、旦那さんの書斎をお掃除していたらしいんですよ。そしてその机の上に会社の広報誌が置いてあったそうなんですね。それ何の気なしにペラペラ見ていると、あることに気づいたっていうんですね。そのある女性が写ってるんですけど、その女性だったらしいんですよ。鳥肌が一気に立って、その旦那さんにすぐ電話したらしいんですね。そして旦那さんに会ったこと、警察を呼んだこと、すべて話をしたそうなんですよ。
すると、どのページっていうから何ページの何々って説明して、その女の人が家のところに来てたのよ、その子なのよっていう話、ちょっと興奮気味に言ってたら、ちょっと待って、今、その人、会社来てるよ、会社にいるよって言われたらしいんですよ。で、旦那さんの会社ってその自宅から1時間以上かかるんですよね。そしてその人の妹の線もあるじゃないっていうあれでね、なんかいろいろ旦那さんも調べてるらしいんですけど、一切妹とかいないらしいんですよね。で、その Y 君が見たその時間帯も電話して確認すると会社にいるらしいんですよね。それからというもの、たまにしか配達行かなかったらしいんですけどね、そこ。その時はそういうの一切見えなかったらしいんですよ。で、配達行った時も何か進展とかありましたって聞いても、ないんだよねってその奥さんが言ってたらしいんですけどもね、Y 君曰くそれ、生き量だったんじゃないかなって言うんですよね。最初はストーカーとかね、そういうのかななんて思ったんだけど、急に消えちゃったり、それを見た時に、これ、この世のもんじゃないって思ったらしいんですよ、Y 君は。そこの旦那さんにお会いしたことはないらしいんですけどもね、そういう浮気していたとかそういうことは知らないけども、あれ確実に何かしら念を持った女の人があそこに来てるねってなんか言ってましたけどもね。そんな不思議な話を聞かせていただきました。不思議な話ってあるもんですね。 BB 五郎チャンネル、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして「いいね」よろしくお願いいたします。